こんにちは。必ず在住の山達です。FBI 大暴走捜査ということで話をしていきたいと思います。 はい。えー、連日お伝えしているトランプ大統領家宅捜索の件の続報を行きたいと思います。で、えっ、ー、と、この手の話なんですが、速報性の高いものもいろいろと出てきているんですね。で、そういうのに関しては、サブスタックを使って皆さんにまずいち早くお伝えするようにしています。えっ、ー、と、メルマガみたいなもので、メールであの皆さんのところ情報が行きますので、あの、早め早めに情報を知りたい方は、ぜひそちらの登録をよろしくお願いいたします。一応、概要欄にリンク貼り付けてありますし、あと、過去の投稿も、あの、ブログみたいな形で履歴,履歴が残っていますから、確認することができます。 ののでその辺も気になるはい。では、えっ、ー、と、本題いきたいと思います。まずはこの家宅捜索の件、今までのところで分かっていることをざっくり概要としてまとめておきますが、えー、まず8月8日がことの発端ですね。フロリダ州マーラゴにある、えー、トランプ大統領の別荘券事務所を FBI が家宅捜索に入りました。 退人時に機密情報を含む文書の持ち出しをしたっていうことに関する捜査ですけれども、カッシュパテルさんが言うにはすでに機密解除をしているということなんですねで。トランプ大統領も声明何度も出して、もう機密解除してあるというふうに主張しています。 ま、あとはこれの裏取りがこの後どうやって取られるかっていうところなんですけれども、はい。まあ、そもそもことの発端何だったかって言ったら、国立公文書館が大騒ぎし始めたんですよね。え、この機密情報、機密マークのついたものが、え、その持ち出されたっていうふうに言われている文書の中に入っていたと。で、重要なのは国立公文書館って、この文書は機密情報。 これは機密情報じゃないっていうふうにできる機関ではないんですよね。それはあくまでも、えー、大統領がすることのできる権限を持っていますから、国立公文書館にはないと。なので、その紙には、その文書には機密マークついているけれども、実際は機密情報ではもうないかもしれないと。今現在は違うかもしれないっていうところもあるわけなんですね。 この辺りの線引きが、まあ、なかなか難しいもんですから、今、吸ったもんだしてるんですけれども、はい、まあ、とりあえず、あの、そういうような、その、機密情報かどうかっていうところは非常に重要なポイントの一つになっています。で、えっと、今回、その、捜索令状が公開されたりとか、あとは司法省関係者とか捜査関係者がどん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 情報をね、ダラダラだらだらリークしてるんですよね。で、そういうものをまとめていきますと、核兵器の資料の捜索が含まれていると。 で、三つの連邦法違反容疑にかけられてるっていうことなんですよね。一つがスパイ容疑。二つ目公文書の取扱い違反。三つ目証拠隠滅、司法妨害っていうことなんですけれども、はい、まあこれがどうなることやらっていう話なんですね。はい。で、今回、その FBI そもそも家宅捜索やったこと、やった時点で大暴走なんですけれども、その中でも手つけちゃならないものに手つけてたよね。 っていうことが明らかになってきてるんですね。はい。欧州品の中にパスポートと、あと弁護士依頼人特権の対象物が含まれていたっていうことが明らかになったんですね。弁護士依頼人特権の対象物ってもうその名前の通り、もう弁護士とあとその依頼人、今回の場合だったらまあトランプ大統領だと思うんですけれども、その二人の間柄だけの秘密の話とかってあるんですね。まああの、そのなんか連絡のやり取りとかメールのやり取りとかそういう系も含まれると思うんですが、 こういうのって、例えば、あの、覚えてる方いらっしゃるかもしれませんが、ロシア疑惑裁判で、あの、マイケル・サスマンが、えっ、ー、と、ある一定の情報に関しては、この弁護士依頼人特権の対象だっていうことで、いろいろ隠そうとしてたんですよね。 ああいうふうに裁判でも隠すことができるぐらい、この特権って強力なものなんですけれども、それが勝手に持ってかれてたっていうことなんですね。あの、シンプルにアウトな話なんですけれども、そういうことが分かってきています。はい。で、えっ、ー、と、押収品リストって合計3ページあったんですけれども、よう見てみるとこれ2種類あるんですね。まずこの赤色で囲ったところ、まあ、あの、ちょっとちっちゃすぎるのであんま見えないかもしれませんが、えー、これ1 of 1ってあって、これはえっと1 of 2, こっち2 of 2っていうことで、 何言いたいかって言うと、ここで大きな溝を作ってありますけれども、左は左で1枚独立してるんですね。で、こっちはこの2枚ペアになってるんですよ。で、えっ、ー、と、残念ながら黒塗りされてるのでちょっとわからないですが、このケース ID っていうのは、それぞれのその犯罪捜査に関する、そのね、投資番号を付けられるんですよね。で、黒塗りされてるのでわからないんですけれども、わざわざ2つに分けているっていうこと。 で、わざわざ二つともに、えー、弁護士の、その、弁護士だとこれ s s らだが多分シークレットサービスエージェントだと思うんですが、えー、この二つにわざわざ署名させてるっていうことは、これは別々のものなんですね。で、えっ、ー、と、そのパスポートであるとか依頼人特権関連のものはこっちにまとめられていますから、 えー、まあ、何かしら意図があるんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。この辺はまだその憶測の域を出ないので、なんで二つに分かれてるのかとか、なんでこの辺を持ってったのかっていうのはよく分かっていません。とりあえず言えることは、持ってっちゃいけなかったものを持ってっちゃってたよねっていう、そういう話になってるんですね。はい。えー、っと、まず、あのー、その問題になってるのはこの一枚独立の方に全部固まってるわけなんですけれども、 ええと、拡大するとこんな感じですね。ドキュメンツってなってんのが多分パスポートなんじゃないかっていう話。で、とはいえ、あの、ここが問題で、その、パスポートって、 押収するんだったら、ちゃんとパスポートってなってないといけないはずなんですが、ドキュメントになってるんですね。でも一応パスポートも、あの、ドキュメントっていう扱いの一つっちゃ一つなので、もしかしたらわざと濁して、えー、書かれているのかもしれないっていうところがあるんですね。で、あの、それは何なのかは特に説明しないまま、えー、持ち去っていったっていうことなんですが、これトランプ大統領は FBI にパスポートを盗まれたって言ってるんですね。 で、これ、言い過ぎのように思えるかもしれませんが、かなりルール逸脱しているものですから、そう考えると盗まれたっていう表現も正しいんじゃないのかなというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、ちなみにですが、3つ持っていかれたんですね。えっ、ー、と、トランプ大統領の声明によると、1つは期限切れ、で、2つは期限内っていう話だったんですが、えっ、ー、と、司法省のナイムベールが今、 流出したんですね。で、それによると、二つ期限切れだったって話になってるんですが、もうこんな細かいのでどうでもいい話ですね。はい。で、なんで三つあるのかって言ったら、少なくとも一つは期限切れ。で、もう一個は多分個人用。で、もう一個は外交用のパスポートだということですね。はい。 まあそういうなんか特別なパスポートって平和あるんだって僕思ったんですが、まあとりあえずそういうことで3つあったっていうことなんですが、それが全部持ってかれていたということなんですね。はい。で、あとはこの5つの箱、ボックスラベルの A14、26、43、13、33なんですけれども、これらが全部弁護士依頼人特権の対象物であるということなんですね。で、これなんで分かったかって言ったら、わざわざその司法省からえ弁護団の方に、トランプ弁護団の方に連絡があったということなんですね。なんか弁護士依頼人特権のもんも多分持ってってるわ、みたいなね。そんな連絡があって、え分かったっていうことなんですね。 で、これに対してトランプ陣営は、あの、返せって言ってるんですね。なぜならば、これは弁護士と依頼人の間で、その取得が法的に認められているものだから、そんなものは渡しておけないというふうにして、で、返せと。で、すぐ返してもらえないのであれば、 まずは第三者を介入させろと。第三者に独立監査をさせて、で、この依頼人、弁護士依頼人特権の対象かどうかを判断させて、その上で返還してくれっていうふうに要求してるんですね。至ってまともなこと言ってるんですが、司法省側はそれを拒否しています。なんでかはわかりません。彼らは、いや、 それは結構ですと。独自にえ、我々で特権の対象かどうか、まあ多分2週間ぐらいかかりますけれども、判断させていただきたいと思いますって言ってて、それお前ら判断したいんじゃなくて、なんか全部勝手に見て、全部読み込んで、全部コピー取ろうとしてるんじゃねえのかっていうふうに僕は思ってしまうんですけれども、はい。果たして合法なのかよくわかりませんが、こんなことがまかり通ってるんですね。はい。で、えっ、ー、とこ、本当によくわからないのが、なぜに、 二つにその欧州品リストが分けられているのかっていうところなんですね。ちょっともう一回見せますが、あの、こっちね、これ左側がその弁護士依頼人特権の塊、パスポートだと思われるものと、あとは弁護士依頼人特権のものなんですけれども、右側はこれってっ繋がってるんですよね。 だから、一枚一枚にサインさせているわけではないっていうことを考えると、こっちとこっちは別々。この投資番号、投資番号というかね、このなんか塊を表すような表現からもそれはわかるわけなんですけれども、はい。こういうようなところでなんでなのかがよくわかっていないんですね。はい。で、一つ今言われているのが、操作案件。 隠されてるけど、実はもう一個あるんじゃねえかって言われてるんですね。で、実際ですね、今回のこの創作令状に署名、サインをした、合サインを出した、えー、ラインハートっていう判事の前には、封印されているその令状って他にあと2個か3つ、2、3件ぐらいあるらしいんですね。 っていうので、もしかしたらまだ話題になっていないだけで、捜査案件あったんじゃないかと。で、それに関わるものだったんじゃないかっていうふうに一応言われてるんですね。まあ、これはまだあの真実わからないように何とも言えないんですが、まあ、少なくともここまでの話をまとめると、 持ってって、持ってっちゃいけなかったパスポートとか弁護士依頼人特権のものを勝手に持ってってたという話なわけなんですね。はい。で、しかもそれをすぐに返そうとしないというめちゃくちゃな話なんですけれども、はい。で、このパスポートに関しては本当に深刻な問題があるっていうふうにいろいろ指摘がされていまして、これ必ず裁判所命令が必要だということなんですね。仮に、例えば3日間だけとか数日だけ押収する。 っていうのだけでも、そのための裁判所命令が必要なわけなんですが、今回公開された捜索令状の中にはパスポート一切触れられていないんですね。っていうことで持ってっちゃダメだったはずなんですよ。で、さらにもし裁判所が命令出すにしても、海外逃亡リスクがある場合、または、まあ、逃亡するリスク、その髪の毛の色を変えたりとか、あの、なんで、あの、整形してどっかに逃げようとしてるみたいなそういう危険性があるのであれば、命令は出ると。 ただトランプ人間ってかなり捜査に協力的だったってことも分かってるんですよね。そう考えるとパスポート持ってく、その、意味もないし。 命令も出るわけがないというところだったのに勝手にやっちゃってたわけなんですね。で、これに対して、あの、最初 CBS ニュースが大騒ぎしてたんですが、えー、捜査関係者の話によるとっていうことなんですが、捜査関係者の話によると、パスポートは押収してないと。だからトランプが嘘ついてんだみたいな感じで大騒ぎ始めたんですね。で、それに乗っかる形で、あの、もともと元,元,元 FBI でですね、あの、ロシア疑惑を思いっきりいろいろごちゃごちゃやってたですね、元 FBI 捜査官とかがですね、それを引用リツイートして、ほら、トランプがまた嘘ついてんだみたいな感じで、なんか、ギャーギャーギャ,ーギャー、トランプが、トランプが言ってたんですけど、 けれどもこの1時間後ぐらいにですね。司法省が正式にすいません。押収していましたと我々すぐに返却いたしますので、許してください。っていうね。そういう発表をしたんですね。はい、っていうことで、あのなんかどの関係者の話聞いてんのかよく分かりませんが、はいまあトイレの掃除係の人とかその辺の話でも聞いたんでしょうかね。はい、よく分かりませんが、とりあえずはい。こんな形でえっとなんかね。トランプがトランプが入っている人たちがすぐ激沈したっていう話もあったんですね。 とまあ、その話は横に置いといてえ、結局パスポートは返ってくるんですけれども、ただそれ以外のあの弁護士依頼人特権のものは返ってこないんですね。で、このパスポートの件ってもう一回言いますか、裁判所命令ないのに勝手にやっちゃってたわけなんですが、そのパスポートを手違いで押収することなんてあるのかっていう問題があるわけなんですね。で、まあ仮に新人が大量にいて、 で、新人たちが、あの、よく分からずに、とりあえず持ってけっ、つって持ってっちゃいました、だったら、もう100ポイって分からんでもないかもしれませんが、でも、元大統領の邸宅捜索するのに、そんな新人引き連れていくわけないじゃないですか。っていうことも考えると、やっぱりそういう、なんか、何かしらの意図が、現場捜査官にあったんじゃないかっていうふうに思えるわけなんですね。何かしらの意図というか、何かしらのバイアスと言いますか。はい。 まあ、とりあえずこういう謎の行動もいっぱいあったんですけれども、えー、FBI がかなり違法捜査をしてたってことが明らかになってきてるんですね。はい。で、今ですね、次のラウンドに話が進んでいまして、先生教述書をめぐる裁判が今続いているんですね。あの、家宅捜索の根拠になっている先生教述書に関する、えー、まだこれ封印されてるんですけれども、その解除を求める裁判が今日、あのー、8月18日にやりますってことが発表されました。はい。 で、先生教授書ってこれ何かって言ったら、え必ずその家宅捜索をする際っていうのは、どんな容疑があって、で、家宅捜索をすることによって、どのような証拠がどのような場所から発見されるのかっていうのを、まあ、内部の情報などに基づいて具体的に裁判所に提示しないといけないんですね。で、それが先生教授書って形で提出されてるんですが、今回その家宅捜索の令状は出てきたけれども、根拠になっている先生教授書ってまだ出てきていないんですね。 で、これを今、司法省側は出したくないって言ってます。彼らは、えっ、ー、と、その反論文、13ページ分ぐらいの中、ざっくり用意はすくすると、これは国家安全保障に関する捜査だから、公開できないっていうことを言ってるんですね。 まあ、多分そのね、核兵器がうんちゃらかんちゃらとかそういう系の話だと思うんですけれども、はい。まあ、そんな感じで、あの、公開できないし、えー、見せたくないっていう風に言ってるわけなんですね。で、一方で、出せ出せ言ってるのはどんな人たちかって言ったら、これなかなか面白い展開になってまして、もうメディア連合みたいなのが出来上がってまして、えっ、ー、と、ジュディシャルウォッチが確か一番最初に、えっ、ー、と、裁判に、 突っ込んできたんですけれども、その後タイムズユニオン、ニューヨークタイムズ、CBS、ワシントンポスト、パームビーチポスト、FCGA、マイアミヘラルト、タンパベイタイムズ、ダウジョーンズ、AP 通信、ABC ニュースっていうようなところが、え介入申し立てをして、今もうこの先生教授賞を出せ出せっていうふうに言ってるわけなんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はいえ。合計12のメディア、または捜査機関が出せ出せというふうに言っているわけなんですね。 まあこんな風になってるわけなんですが、まあ、裁判官がどう判断するかこの後よくわからないんですけれども、今この先生教授書で一番注目を集めてるのが、FBI の内通者がマーラゴの中にいたってことが明らかになってるんですよね。 で、最初は、あの、マーク・メドウズ大統領主席補佐官じゃねえかっていうふうに言われてたんですけれども、どうやらシークレットサービスのエージェントだったんじゃないっていう話になってきてるんですね。まあ、そのあたりの確定情報が欲しいっていうことで、今みんながすごいね、気になってるわけなんですが、じゃあ、当のトランプ陣営はどう言ってるかって言ったら、もう全部すぐ出せというふうに言っています。その完全公開で、もうあの、黒塗りとかも一切なしで、もう思いっきり全部出せよと。もう、どんだけでも俺たち受け止めてやるぜみたいな感じで、えそんな感じのことを言っています。はい。 まあ、これは、あとは、あの、裁判官、ラインハート判事が、8月18日ですね。えー、午後の1時ですから、僕のこのカナダ時間のバンクーバー時間だと多分朝の、 どんなもんだえっ、ー、と、9時ぐらいかな ?9 時か10時ぐらいに多分判決なり何なりかが出るかなっていうふうに思いますから、またそれが出てきたらすぐ速報っていう形で皆さんにお伝えしたいと思います。はい。まあ、あの、そういう速報を知りたい方はぜひサブスタックの方もね登録しておいていただけたらっていうふうに思うんですが、はい。まあ、とりあえずこんな感じで今ですね、あの、今回の家宅捜索の核心に迫る先生教授書が出るか出ないかっていうね、そういうところまで来ています。ちなみにこれ過去の判例的にどうなるかって言ったら、えー、五分五分です。えっ、ー、と、もうお互いが司法 公証側は過去にその先制教授書を出さなかった時の判決、あの過去の判例をもとにいろいろ言っていますし、逆にこのメディア連合側は、いやいやいや、過去にこんな判例あるっていうことで、そのメディアとかがめちゃくちゃ興味関心高い時は公開してたんだっていうことを、えー、裁判所に申し立てていますから、まあ、あとはね、あの裁判って最強のそのね、えー、なん言でしょう、あの言葉遊びみたいなものですから、えー、ラインハート判事がどっちを支持するかっていうところにかかってるかなというふうに思います。はい。 というようなことで、えー、今回の話は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました、えー。最後はまた朝転がってたデブちゃん、タヌキ君でお別れをしたいと思うんですが、えっ、ー、と、同時にですね、僕の,あのクロックスとかもいろいろ散らかってると思います。これあの、猫飼ってる人わかると思うんですが、猫って定期的に、あの、毛玉吐くんですよね。で、あの、吐くときって僕はあの、チャージするって呼んでるんですけれども、なんかグッ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 ってなんか、 体の奥底から絞り出すようにして、ポンプのようにしてブワーって出すんですけれども、夜中にですね、その音が聞こえたんですね。で、僕飛び起きたら、あの、ここにちょうど奥そのクロックス並べてたんですけれども、そこにですね <laughs>、 標準を定めて、チャージしてたんですよ。で、これまずいと思って、もう夜中だったんで、とりあえず、えー、と、クロックスだけパーンって跳ねのけて、で、えっ、ー、と、ブチャーってなったやつを片付けて、で、片付けて、で、朝起きたらこんな感じで、なんか、いろんなものが散らかってるという、そんな状態でした。はい。っていうね、多分、あの、猫飼ってる人分かってくれますよね。本当にあれ、チャージしてるっていう感じですよね。はい。っていう、まあ、どうでもいい話で終わりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。